私はしほ。去年就職して一人暮らしを始めたが、ここ最近毎週末実家からの呼び出しに頭を抱えている。聞いてよしほ、お父さんったらひどいのよ。ルリさんルリさんってお母さんの話何も聞いてくれないんだから。あー、土日必ずルリさんが来るから、お願いだからお母さんを助けに来てちょうだい。わかったよ、ちゃんと行く。またか。週末に実家から呼び出しがかかるのは1ヶ月前くらいからだ。原因は2ヶ月前に結婚した兄ケイタの嫁ルリだ。はぁ、あ、お兄ちゃんのバカ、あんな女にたぶらかされちゃって。ルリは私より一つ上の25歳、一見するとおとなしそうな美人だが中身はとんでもない性悪だ。相談女っていうのは聞いたことあるけど、あの人は逆相談女ってやつだわ。男に相談乗ってくださいではなく、相談乗りますよ、私は味方ですからとぐいぐい寄っていくのだ。お兄ちゃんももともと彼女がいたのにルリさんに手玉に取られて結婚までするし、お父さんもルリさんにデレデレしちゃって、はぁ、あ、情けない。本当は実家に帰りたくないんだけど、お母さんかわいそうだし。ヒロからだわ。はい、もしもし。もしもし、今週末だけどまた実家に行く予定？うん、さっきお母さんから連絡来たし。そっか。ねえ、俺そろそろしほの実家に挨拶行きたいんだけど。ヒロは付き合って2年目の彼氏で、実は1ヶ月前にプロポーズされた。私も親にヒロのこと紹介したいんだけど、今家族がちょっと面倒なことになってて。ああ、お兄さんのお嫁さんのことだろ。俺は大丈夫だよ、その人に何か言われても平気だよ。うん、分かってるけど、できれば仕事が忙しくなる前にお互いの家に挨拶に行きたいからさ。じゃあ今週帰った時に母に相談してみるね。私だって早くヒロと結婚したい。よし、こうなったらルリさんのいない日に挨拶に来てもらおう。その週末。ただいま。シホ、遅かったじゃない。ごめん。って、あれ？お姉ちゃんもいるの？まあね。うちのアホ旦那がいそいそ出かけていったと思ったら、こっちに来てるってお母さんから電話あって、迎えに来たのよ。長女のマナエ姉ちゃんの旦那さんも、ルリの毒牙にかかった一人だ。あの女、お姉さんはお兄さんのこと大事にしてあげてないと思います。私でよければ話聞かせてくださいって、うちの旦那に甘い声出してたのよ。信じられない。お父さんもあんなデレデレしちゃって、いい歳して息子の嫁に何を期待してるのかしら。おい、ルリさんのビールがなくなったから持ってこい。自分で取りに来たら？私は忙しいのよ。はあ？今そこで喋ってただろう。ルリさん、あなたが飲みたいのなら自分で取りに来たら？おい、そうやって嫁いびりはやめろ。お父さんったら、ルリは大丈夫ですから自分で取りに行きます。いいよ、俺が持ってくるから。わあ、ありがとう。まったく、うちの女どもにルリさんみたいな可愛げがあればな。そうは思わないか？君もマナエが気が強いから大変だろう。いやー、でも確かにルリさんみたいな可愛い奥さんだったら家に帰るのも楽しみになりますよね。嬉しいです。こうして毎週来てくれるのが俺の楽しみになってるんだ。ルリさん、また来週もこうして酒に付き合ってくれないか？もちろんです。あ、じゃあ僕も。ねえ、あんたの嫁なんとかしなさいよ。え？なんとかって？自分の嫁がホステスみたいに他の男のご機嫌取りしてるの嫌じゃないの？母さんも姉ちゃんも何言ってんの？ルリは一生懸命ここに馴染もうとしてくれているんだよ。はぁ？本気でそう思ってるの？おめでたいわね。お兄ちゃん、お母さんもお姉ちゃんも嫌がってるし、私もこうして呼ばれるの困るから、来週からルリさんを連れてくるのやめたら？そんな言い方しなくてもいいのに、ルリの気持ちも理解してやってくれよ。じゃあ来週はルリさんが料理も飲み物も全部用意してよね。お母さんはもううんざりだから。なんだよそれ。あ、そうだ。私も来週はルリさん連れてきてほしくない。はぁ？あの、こんな状況で言いづらいんだけど、実は彼氏からプロポーズされてて挨拶に来たいって言われてるの。あら、彼氏ってヒロくんよね。おめでとう。ありがとう。そういうことだから来週はお父さんとお母さんだけがいいんだ。そういうことならそうしましょう。そうよね、余計なお邪魔は連れてこないように。わかったよ。まあ確かに大事な時に部外者は来ない方がいいもんな。ケイタくん、どうしたの？ビール遅いから取りに来ちゃった。え？ああごめん。来週はシホの大事な用事があるから、ルリさんもケイタもうちには来ないでって話をしてたの。大事って何ですか？シホの彼氏が結婚の挨拶に来るんだって。だから遠慮しような。シホさん彼氏いたんですか？まあそういうことなので、ルリさん来週は来ないでちょうだい。でもお父さんに呼ばれてるんですけど。あの人は気にしなくていいから。あの人だなんてお父さんがかわいそう。お父さん、お母さんのことでいろいろ悩んでるんですよ。ルリには教えてくれましたよ。まあまあ、とりあえず来週は来るのやめような。
はーい。とりあえず来週は大丈夫そう。でも本当に勘弁してほしいな。このギスギスした空気。ルリの不満げな様子が気になったものの、やっとヒロとの結婚が進みそうでほっとした。一週間後。ただいま。お邪魔します。あれ？どうしたの？いつもなら母が出迎えてくれるんだけど、どうしたんだろう？ん？なんか音しなかった？うん。奥で聞こえたね。お前はなんでそう意地が悪いんだ？嫁いびりなんてして恥ずかしくないのか？私はお父さんに何か悩みないですかって聞いただけなのに。母さん、ちょっと神経質じゃない？ルリは純粋に親切で父さんに聞いてるんだよ。ああ、そう。話を聞くって言いながらわざと私の目の前でお父さんの体触ったり、料理も飲み物も召使いみたいに指図してきたり、こういうことも親切心の延長なのかしら。はあ、いい歳して娘みたいな女の子に嫉妬してるのか。恥ずかしい女だな。はっ、お父さん言い過ぎだよ。それになんでお兄ちゃんたち来ているの？今日は来ないって言ってたじゃない。それはルリがショーの旦那さんになる人が来るならちゃんと挨拶した方がいいって言うから。シホさん、そんな怒らないで。ごめんなさい。その時だった。ルリって、え、やっぱり大学のサークルのルリ。え、ヒロ、ルリさんのこと知ってるの？え、ヒロって、あ、私帰るね。用事思い出しちゃった。逃げるのか？もう逃がさないからな。お前のせいでみんな迷惑したんだぞ。は？なんのことよ。知らないわよ。ヒロ、どうしたの？こいつ、俺の大学のサークルの男たちと何股もかけて、それぞれから金貢がせて、最後はサークルの金を持ち逃げしたんだよ。え？大学の後輩のふりしてたけど、調べたら学生でも何でもなかったんだ。警察にも届けたけど、結局素性がわからなくて見つからなかったんだ。それがこんな場所にいるなんてな。今から警察に行くぞ。いやよ、こんなの嘘よ。待ってくれ。お兄さん、俺の友達が何人もこの女に騙されてるんですよ。最初は相談乗ってあげるって言ってるけど、結局そいつの弱みにいて、最後はそれで金たかられてましたよ。え？なんだって？誰にも言わないから私だけは味方だって言ってませんでした？それ、こいつの常套句だそうです。志保、ごめん。今日はこのまま警察に行かせてほしい。せっかく見つけることができたんだ。逃げられたら困るから。わかった。私も行く。いやー、ケイタさん、助けて！お兄さんも一緒に行きましょう。私たちは暴れるルリを引きずるようにして警察へ向かったのだった。その後、あれから数ヶ月たち、私の環境は一気に変わった。まず両親が離婚した。今更謝罪されたって愛想はつきました。あなたの本心がよーくわかったので。違うんだ、誤解なんだ。あの時は騙されてたんだ。デレデレしてたあなたの顔、すごく気持ち悪かったわ。さようなら。母は仕事を見つけ、姉夫婦の近所で一人暮らししている。ちなみに姉夫婦は子供が小さいので、義兄の処分は保留だそうだ。でも母と姉にチクチク言われて、義兄はすっかり肩身の狭い思いをしているらしい。セチルリは執行猶予もつかず実刑になった。少し調べたら他の余罪もゴロゴロ出てきたそうだ。兄はショックで仕事も手につかず、今は休職して実家で父と二人寂しく暮らしている。それにしても名前も偽名だったとはね。お兄ちゃん、入籍も嘘で、戸籍上は夫婦でも何でもなかったって知って倒れてたわ。お兄さん、独身時代の貯金をお母さんに管理してもらってたんだろう。きっとルリは早々にお母さんを追い出したら、バレる前にその金持って逃げるつもりだったと思うよ。お母さん、お兄ちゃんが結婚しても奥さんが信用できる人じゃないと、その貯金だけは渡さないって言ってたからね。お金を奪われる前でよかったけど、災難は災難だったな。本当に災難だったね。志保は大丈夫？大丈夫よ。それに今回はヒロがいてくれて本当によかったわ。すごく頼りになった。安心して結婚できそう？そうだね。やっと前向きに自分の将来を考えることができて、私は思わず微笑むのだった。